こんにちは、PZP です。今日は小山市にあるキラ食堂、キラ星食堂さんか、キラ星食堂さんに来ています。それでは入ってみたいと思います。味は変わらずなのでこのまま飲んでいただいて。朝の炭なんだ。そう、朝の炭を、はい、入れてます。朝ってのは何？朝ってあのあれです。なんていうの？植物？植物の朝です。あ、はい。味ない。そう、味は全くしないです。匂いも味も全くしないですね。肝心なこと聞くの忘れたんですけど、はい、1食いくら？1食お一人様1500円になる。わかりました。そこは何にしていただいたんですか？おとといメールが来てて、はい、なんか磯田屋が復活したみたいだよって言われて。ああ、なるほど。もうね、復活はしてないの。全然違う業態の。全然復活してなかったんだけど、はい、それはそれで楽しみ。そう、復活した。ここいつからやってたんです？夏ですね、8月から。あ、そんな前からやってたんだ。そうなんですけど、本当にフライヤーとかポスターができたのがつい最近で、なので宣伝全くしてなくて、はい、ちょっと来年から。やっぱりそれまでは農業やられてたんですか？あ、全然農業は私やってなくて、もともとすごい体壊して、その時に元気食べて食事を変えて、玄米とお野菜中心の食事に変えて、すごくまあ元気になった感じで、そこので近所の先輩の農家さんがこのきらぼし農園っていうところ。そういうことだったんだ。そうです、そうです。ここってきらぼし農園の系列店？会社は違うんですけど、まあ、仲間内なので、まあ、そんな感じで思っていただかれていただければ。そうなんです。なんで私はお野菜は育ててないんですけど、きらぼし農園の農業体験のイベントとかは手伝いでスタッフとして行ったりとか、手が空いた時は何か、はい、お手伝いしに行ったりとかしています。いつも一人でやってるんですか？いつも一人でやってます。何時から何時まで？11時からで3時がラストオーダー。うーん、昼間だけで。昼間だけ。こんにちは。あ、はい、ありがとうございます。あちらお座敷のお席どうぞ。定休日とかあるんですか？定休日は日曜日と月曜日が。日曜日と月曜日、はい、はい、わかりました。とこれと、はい、これとソイミートとそぼろ丼、そぼろ丼になってます。それとロマネスコとカリフラフラワーと安納芋のオリーブあえと、こちら菊芋のソテー、大根と人参の蒸し焼きになってます。はい。でこちらにお塩あるので、こちらお塩お野菜だったりとか玄米ご飯にかけて味変として、はい、楽しんでいただければと思います。あと食事なんですけど、一口30回目安によく噛んで召し上がってください。毎回失礼いたします。30回、もうなかなかね、普段だと意識することないと思うんですけど、一口食べたらお箸置きに置くぐらいの気持ちで、はい、よく噛んで召し上がってください。30回ね。はい、30回、意識して食べてみてください。野菜も30回。一口全体に30回。はい、はい、ちょっとね、意識してみて食べてみてください。
やっぱよく噛むと体の消化にいいのはもちろんなんですけど、やっぱ野菜本来の味だったりとか、ね、お料理もお砂糖使ってないのでお野菜の甘さを生かしたお料理になってるんですけど、野菜の味がよくわかる。タコ町の米油。そうです。をケールにかける。はい、お塩とかけてみて。オリーブオイルでも美味しいんですけど、やっぱ米油の方がお野菜の甘みとか風味がそこまでないので、ちょっとお野菜の味がダイレクト。油だね。油ですね。
ちそうさまでした。ありがとうございます。なんかこう体の中の悪いものが排泄されるような浄化されるようなランチですね。ありがとうございます。こうやって変わるんですか、来るたび。毎日違います、はい、使ってるお野菜が一緒だったりとかそういうことあるんですけど、あの調理の仕方とかお味の付け方が違うので全く同じということはないです。あと今日はソイミートのそぼろにしてたんですけど、そこがソイミートの唐揚げだったりとか、うん、あとお野菜の春巻きだったりとか。これ肉じゃなかったの？これお肉じゃないです。ソイミートといって大豆の。そうなんだ。そうなんです。大豆のお肉なんか、うん、お肉というかそぼろ状になってるやつなんですけど、まあ、それいろんな形あって唐揚げ状になってるものだったりとかがあって、うん、はい、その辺の唐揚げだったり、あとは大根を、春巻きの皮で包んだりとか、そういう揚げ物になったりとかしてましたね。全部自分で考えてやってるんですか？全部今私元々 お教室に通ってて、うん、料理というか、まあ、ちょっと勉強してて、うん、まあ、そこで先生に教えてもらったりとか、やっぱそこからのアレンジだったりとか基本的には自分で考えてるんですけど、でも今も月に1回2回通って教えていただいたりとかしてます、先生。はい、年番茶になります。お待ちに気をつけてください。三年番茶。三年番茶ね。はい。うん、香ばしい。香ばしいですよね。なあ。リラックス効果があるね。おお。この香りはそうでしょう。いや、そうやっておっしゃられた方、今まで一人もいなかったです。素敵。素敵ですね。よく言われます。言われ慣れてましたね。失礼いたしました。なかなかこう、香りがこうですね、とかってね、おっしゃる方がちょっといなかった。いいですよね、番茶の。強火は使わなくて、まあ、強くても中火ぐらいまでしか火の火力も使わないんですけど、本当にまあ、私ストーブ使ってますけど、コーロのお鍋とかで、今日のお大根と人参は、食べやすい大きさにカットして塩、お鍋の中で塩麹とあえて、オリーブオイル一周かけて、あとはもうずっと弱火で置いとけば出来上がります。作り方もされちゃったのは申し訳ない、全然全然企業秘密的なところ、そんなことないです。そんなことない。最初食べて美味しかったんで最後に取っといて。よかったです、嬉しい。硬さもちょうどいいし、もう味が何かよく分かんない、うまみみたいなのが、塩麹とオリーブオイルなんですかね、はい、そうだと。あとその透明な感じも見ててすごく食欲をそそったし、美味しかったです、ありがとうございます、嬉しい。大根もね、やっぱゆっくりゆっくり火にかけてあげることで、まあ、お野菜全部そうなんですけど、ゆっくり火にかけてあげるとうまみだったり甘み、なんか白菜とかも弱火でじっくり火入れていくと、不思議なことにバターみたいな濃厚なコクの匂いがしてきたりとかね。ありがとうございます。はい、どうもごちそうさまでした。Thank you.